GoTo トラベルは新型コロナの影響で落ち込んだ観光需要を取り戻すために7月から始まりました。当初除外されていた東京発着の旅行が今日から割引の対象となっています。9月の末出発を10月1日までずらした。ちょっとでも安く行けたらラッキーかな。経済的なね、背中を押すようになればいいんじゃないんですか。日本航空によりますと、今月の東京と道内を結ぶ便の予約率は 45% から 55% で、先月と比べ 5% ほど増えています。また旅行先の飲食店や土産物店で使える地域共通クーポンの配布も今日から始まり、観光への期待が高まっています。